ともこは7月2日で25歳になりました。はい、7月でねお誕生日を迎えて、今日9月23日にまたバースデーイベントとしてね、まあ、アンコール公演ではありますけどイベントをやらせていただけることになるとは思わなかったので、本当に本当にね、1公演目でも話したけどびっくりしてるんですよ。でも、まあ、やっぱりねこうやってイベントの機会をいただいているので、今日は1日バースデーガールとして私自身もこのイベントを最後まで楽しんでいけたらいいなと思っております。それでは続いてはこちらの曲。何もない、何もない、ちっぽけな気分、憧れてたヒロインにはどうせいなるそうにない、まだ足りない、満ち足りない、欲張りなのかな、悩みだらけの自分を変えてみよう、明日には少しだけ変えたいよ、輝け夢が、歌わせていただきました。香水はね、本当いつぶりだろうね歌ったの、わかんないけど最近久しく歌っていなかったかなと思う楽曲なので、どうしても歌いたくてバースデーイベントで歌おうって思ったんですけど、ところがどっこいですよ、ラップがあるじゃない、おうベイベー車の中のみたいなやつ、あれをちょっと一人でやるの恥ずかしいなと思ってちょっとラップカットしたバージョンを作っていただけたら嬉しいんですけどってちょっと控えめにお願いしてみたら意外といけたの。そうだから言ってみるもんだなと思って、今回はラップなしの、完全しっとりバージョンでお届けしました。どうでしたでしょうか。はい、あ、そうそう、あとねもう一個話しときたかったこと、話しときたかったこと思い出した、さっきも言おうと思ってたんだけど言うの忘れちゃってさ、私このバースデーイベント前回の時巻き下ろしでやったんですよ。でちょっと編み込みみたいな、編み込み巻き下ろしで物販撮影の時はなんかアップスタイルっていうんですかでやって、そうで今日はどうしようかなと思って髪の毛ね、だってもう下ろしもやったしアップもやったし他に髪型知らないよ私と思って、そうでどうしようかなどうしようかなって考えた結果、まあ、メイクさんと協議をして、なんかなんだこれなんていうの、編み込みの揚げじゃないやつ、エビフライみたいな
感じっていうのかな、わかんないけど、そう、そういう感じ、こういう時だけはやってもらおうと思って、また皆さんにね、新しい髪型だったり髪色だったり私だったりいろいろ見せられるように今後も頑張ります。はいはい、あ、なんかあのバラバラと拍手ありがとう、パラパラと、あ、だんだんと大きくありがとう、うん、一致団結。さあ皆さんの心が一つになったところで最後の曲をお届けしたいと思います。行える状況ではないんですけど、でもこんな時だからこそみんなで力を合わせてね、ジュースジュースのメンバーもいろんなことこれから頑張っていきたいと思ってますし、あの SNS の更新とか毎日ね頑張ってますから、ぜひそういうところで私たちの近況とか見守っていてくださったら嬉しいなと思います。本日はジュースジュース金沢智子バースデーイベント2020アンコール公演に本当に来ていただいてありがとうございました。ジュースジュースの金沢智子です、ジュースジュース金沢智子バースデーイベント2020アンコール公演終わりました。はい、そうですね、7月生まれの私が9月にも、バースデーイベントを行えるというのはとっても嬉しかったです。皆さんがたくさん拍手をしてくださったり盛り上げてくださって心が温まりました。いい思い出をありがとうございました。そうですね、ジュースジュースは今までにもワールドツアーを行ったことがあったり、海外でのイベントにも出演させていただいたりして、もう結構ね、海外にはたくさん行かせてもらってるんですけど、まあ、なかなかね、今行くことができない状態でも海外の方にいろんな情報、動画発信していけたらいいなと思っておりますので、これからも私たちの応援よろしくお願いいたします。以上、ジュースジュースの金沢智子でした。またお会いしましょう。バイバイ。